新聞を与えた時に新聞読みなさいと言ったら単に全部読まなきゃいけないのかなと思って、絶対面白くないはずなんですよ小学生。その中で一番興味のあるところだけ読むとかっていう風に最初めちゃくちゃハードルを下げていけばいいのかなと思いますね。自分は本を読む時も結構特徴的なことがあって、全部読まないんですよ本を買っても。その一章だけでも自分にとってまあいい価値があるなと思ったものを読めればもう1000円の価値はあると思ってて、やっぱ子供って近くにあったら暇なので、ひたすら自然に触れて自然にまあ情報を得ようと思うので、新聞読みなさいとか活字読みなさいって言っても通じないと思うので、家に自然に置いておくとかってのがいいのかなと、まあ前から思ってます。